東京国立博物館東洋館の常設展、インドネシアの染色では、インドネシアの伝統的な染色技術や、その美しい作品が展示されています。この展覧会では、インドネシアの多様な染色文化を深く理解するための貴重な機会が提供されています。展示の内容、バティック・バティック。展示内容、バティックは、インドネシアの伝統的な染色技法で、 特にジャワ島やバリ島で有名です。この技法では布にロウを塗り、その上から染料を染み込ませることで複雑で美しい模様を作り出します。ロウを使って染料の浸透を防ぐことで染まらない部分を作り出し、これによりデザインが形成されます。バティックにはジャワバティックとバリバティックの2つの主要なスタイルがあり、それぞれに独自のデザインや色使いがあります。見どころ 精緻な模様と鮮やかな色合い、または過去と現在のバキックの変遷を比較することができる点が魅力です。イカットイカッツ。展示内容イカットは、染めた糸を織り込む技法で、特に東インドネシアのスラウェシ島やフローレス島で見られます。イカットでは、糸を織り始める前に、特定のパターンに合わせて糸を染めます。染色された糸を使って織ることで、 織り上ががった布に複雑で精緻な模様が現れますこの技法は非常に高度な技術を要し時間と手間がかかるため価値が高いとされています見どころ模様がどのように織り込まれているのかその複雑さや技術の高さが見られる部分ですソン,ゲソンケット展示内容ソンゲソンケットソンゲは主に寸蛮島やバリ島スラウェシ島で作られる織物ですソンゲは 金紙や銀紙を使って織り込むことで、豪華できらびやかなデザインが特徴です。特に儀式や祭りの際に用いられることが多く、地元の貴族や王族の間で重要な役割を果たしてきました。見どころ、尊家の豪華な装飾や、祭りや儀式での使用方法に関する説明がされており、その文化的意味が理解できます。トゥミステナン、展示内容テミスは、インドネシアの様々な地域で見られる織物で、 特に、スンバ島やバリ島で生産されています。トゥミスは、手織りで作られ、一般的には伝統的な模様が織り込まれています。色とりどりの糸が組み合わさって、独特のデザインが生まれます。見どころ、色とりどりの糸を用いた織物のパターンや、地域ごとの特性が見られる点です。展示の構成と体験。展示の構成、展示は地域別や技法別に分かれており、 インドネシアの染色の多様性とその美しさが紹介されています。各セクションには染色技法の解説やその歴史、文化的背景についての情報が提供されています。体験型展示、一部の展示では実際の染色体験ができるワークショップやデモンストレーションも行われることがあります。これにより、来館者は技法を直接体験し、理解を深めることができます。教育的価値、 この常設展はインドネシアの染色文化を理解するための貴重な教育的資源であり伝統的な技法やその美しい作品を通じてインドネシアの豊かな文化遺産に触れることができますまた展示には解説パネルやビジュアルガイドが用意されており来館者がより深く理解できるように工夫されています東京国立博物館東洋館のインドネシアの染色は 伝統的な技術とその美しさを体感できる貴重な機械であり、染色の歴史や技法に興味がある方々にとって、非常に価値のある展示となっています。